ラファエル・バランはフランス・リール出身のサッカー選手。ラリーがレアル・マドリード所属。フランス代表。ポジションはディフェンダー、ミッドフィールダー。RC ・ランスの下部組織出身で2010年11月7日のモンペレ1 s c 戦でトップチームデビューした。エリック・アサドリアン監督はバランを本当のトップクラスの選手であり、技術力も 戦術理解力も申し分ないと表現している。2011年夏、スペインのレアル・マドリードに移籍した。25歳であった2018年の時点で、優勝を受け追い人の名誉を手に入れた名プレイヤー。彼の獲得に携わったジネディーヌ・ジダは、現役時代の同僚であったローラン・ブランの後継者と、語り、同クラブでキャプテンを務めたフェルナンド・イエローとも、比較されるなど、 大きな期待を受けている。バラン自身は最良のお手本としてリリアン・チュラムの名前を挙げている。プロデビュー前父親はカリブ海マルティニークのレモーネ・ルージュにルーツを持ち、母親もマルティニークにルーツを持つ。1993年4月25日、バランはリールに生まれ、7歳の時に地元リール軍にある ASLM でサッカーを始めた。2シーズンを ASLM で過ごした後、地元の競合ラスクリールメトロポールからも興味を持たれていたが、2002年7月にラスクリールメトロポールのライバルの RC ランスの下部組織に加わった。また、ガエルカクタやティモテコロジエチャクなど、ノールパドカレー地域圏出身者だけで構成された、同年代の逸材たちと共に、リエバにあるセンターでプリーフォーメーションで、 フットボールという練習施設で練習に励んだ。平日は、この施設で、休日は、RC ランスの下部組織でプレーしていたが、2年後に、完全に、RC ランスでプレーするようになると、下部組織の各カテゴリーを早足で駆け上がっていった。2008から09シーズンは、トルガン・アザールやジョフレー・コンドグビアと共に、U、U-16 チームでプレーし、 この世代の全国リーグで優勝した。2009から10シーズンは U-19 チームに昇格し、主に2歳年上の選手たちに混じってプレーした。2010から11シーズン開幕前に RC ランスとプロ契約を結ぶと、続いてフランスアマチュア選手権に属するリザーブチーム。その後は9試合連続で先発出場し、その間はいっぱいしかしていない。 R.C. ランス2010年10月末、ジャンギー・バレム監督によって、トップチームの練習に招集され、週末の11月6日に行われた、モンペリエ HSC 戦では負傷中のアラディン・ヤヤに、代わって、驚きの先発出場を果たした。この試合に、フル出場し、それまでのシーズンに2度しか達成していない完封で、勝利を収めた。試合後には、キャプテンのアディル・エルマシュ。 コンビを組んだエリック・シェル、ストライカーのダビド・ポジェなどのチームメイトからプレイぶりを称賛され、地元メディアやバレム監督からも賛辞を受けた。モンペリエ HSC 戦後はオリンピック・マルセイユ、オリンピック・リヨンの競合と連戦したため、他の若手選手たちと共にベンチを温めたが、11月30日のスタッド・ブレスト29戦では先発メンバーに復帰した。この試合後に、 バレム監督は解任されたが、バランはラースローベルに新監督の下でも先発メンバーに定着した。12月にはセンターバックのポジションを争うシェルとヤヤが復帰したため FC ジロンダンボルドー戦では守備的ミッドフィールダーとして出場した。この試合では3人目のセンターバックのようなポジションでプレーし84分にはヨアングルキュフの 近距離からのシュートをブロックして2から1のリードを保ったが終盤に失点を喫して2から2の引き分けに終わった。2011年1月には背番号14が与えられた。様々なクラブがバランの獲得に興味を示し、これらのクラブからの関心を沈めるために2月3日には RC ランスとの契約を2015年まで2年間延長した。 5月8日の SM カーン戦でプロ初得点を挙げ、その翌節の AS、モナコ戦では、同点弾を決めた。これらの価値ある得点を決めたにもかかわらず、RC ランスは会に低迷し、リーグで降格が決まった。5月21日の AC アルルアビニオン戦では、ゲームキャプテンを務めた。レアルマドリード2011年6月22日、RC ランスのジェルベ・マルテル会長は、 クラブミーティングでバランがスペインのレアルマドリードに移籍すると明言し彼はジョゼモーリーニョ監督が率いるレアルマドリードの一員としてプレーするだろうと述べたバランは契約に先立ってレアルマドリードのクラブオフィスを訪れ同じフランス人でアドバイザーを務めるジネディーヌジダンと対面したメディカルチェックを受けた後の6月27日レアルマドリードは公式に バランの獲得を発表した。彼は6年契約を結び、移籍金は約1000万ユーロとされている。バランは背番号19を背負い、開幕前に行われた、プレシーズンマッチのロサンゼルスギャラクシー戦の後半、開始時にデビュー。その4日後の CD、グアダラハラ戦では、スターティングメンバーに名を連ね、フル出場した。 リーが第五節ラシン・サンタンデール戦で公式戦デビューし、リカルド・カルバーリョと共にセンターバックで出場して、無失点に抑えた。3日後のラーヨ・バジェカーの戦では、メスト・エジルのコーナーキックからアクロバティックなゴールを決め、移籍後初ゴールを記録した。2012から13シーズンには、背番号が2へと変更になった。コパデル・レイ準決勝ファーストレグで行われた FC。 バルセロナ戦では、メスとエジルのクロスから同点弾となるゴールを決めた。また、UEFA チャンピオンズリーグ準々決勝の、ガラタサライ SK 戦ファーストレグでは3から0での、完封勝利に貢献。マルカのファン投票や、明日オンラインなどで、チーム最高評価を得、ディディエドログバからは、バランが、まだわずか19歳とは本当に信じられない。彼は、自分が、 これまで対戦してきた中でも最も優れた DF の一人だ、と称賛された。しかし、リーガ第35節、RCD s パニオール戦にて、ワカソムバラクとの競り合いで負傷、右足の半月板損傷により、長期の離脱を余儀なくされた。2013から14シーズン、10月2日に、行われたチャンピオンズリーググループステージの、 FC コペンハーゲン戦で5ヶ月ぶりに復帰を果たしたものの11月の代表戦後に再び同箇所を痛めて戦線離脱2月2日のリーガ第22節アスレティックビルバオ戦でロスタイムに出場して復帰すると11日のコパデルレーでのアトレティコマドリード戦で先発復帰を果たした2014年9月18日 公式サイトでレアルマドリードとの契約を2020年まで延長したと発表した。2016から17シーズンから背番号を2から5に変更した。2017年9月27日、レアルマドリードとの契約を延長した。レアルマドリードでのバラ2017から18シーズンはチャンピオンズリーグ3連覇に貢献。1998年のクリスティアン・カランブー。 2002年のロベルト・カルロス、2014年のサミケ・ディラに次4人目となる同年にチャンピオンズリーグ、フィファワールドカップを制した選手となった。それにより、ルカ・モドリッチやキリアン・エムバペ、アントワーヌ・グリーズマンらとともにバロンドールの有力候補の一人と目された。バロンドールはチームメイトであるモドリッチが受賞したものの、フィファ、フィフプロワールドイレブニア UEFA チームオブザ。 いやーに初めて選出された。U-18 フランス代表世代別フランス代表には U-17 代表で初召集されたが、この時は出場機会がなかった。2010年8月24日、U-18 デンマーク代表との親善試合で U-18 フランス代表デビューし、この試合でチームの2点目を決めた。 RC ランスのトップチームでの出場機会が増え、その後は代表召集の事態が続いた結果、イスラエルで開催されたトゥルノワデリモージュには出場できなかった。U-21 フランス代表2011年2月3日には U-21 スロバキア代表との親善試合のために U-21 フランス代表に初召集され、バランはこの召集を 大きなサプライズと表現した。この U-21 スロバキア代表戦でデビューし、フル出場して3から1の勝利を収めた。11月15日の U-21 欧州選手権予選スロバキア戦では、このカテゴリで初得点をマーク。2012年8月にはリディエデシャン率いるフル代表にも招集されたが、出場機会はなかった。 フランス代表2013年3月22日に行われた 2014FIFA ワールドカップヨーロッパ予選のジョージア代表戦でポール・ポグバと共に A 代表デビューを果たし先発フル出場した4日後のスペイン代表戦にも出場したが怪我によりそれ以降の試合を欠場予選はスペインが勝ち抜きを決めフランスはプレーオフでウクライナ代表と試合をすることとなった アウェイのオリンピスキスタジアムで行われた第一戦も欠場し、フランスはゼロの2で敗れた。スタッド・ド・フランスでの第二戦にはバランも出場し、逆転で FIFA ワールドカップの出場権を獲得した。しかし、この試合でバランは再び負傷してしまった。2014年11月18日に行われたスウェーデン代表との親善試合で代表で初の首相を務め、後半に 代表初得点を挙げた。2016年、レアル・マドリードでの練習中に、左足大体二頭筋を負傷し、ユーロ2016を欠場した。2018FIFA ワールドカップロシア大会では、レギュラーの座を勝ち取り、フランス代表の優勝に貢献した。同大会では準々決勝ウルグアイ戦で、先制ゴールを挙げるなど、講師ともにチームを牽引し、ベストイレブンにも選出された。 シーズン途中より14に変更。ありがとうございます。